降りてくにつれて空気はますます冷たくなった。クオはすぐに見つかったが、ひどいありさまだった。バートランドに血を抜かれ、得体の知れないものを注入されてた。鎖を外すのは簡単だった。2万ボルトにできないことはない。だが去り際になぜか俺は少しやりすぎたように感じた。シティ中心部で大災害が発生しました。当初は爆発事故と思われていたものが大規模な荒廃へとエスカレートし、今やエンパイア異変と呼ばれています。現在エンパイアシティは廃墟と化しています。公表はされていませんが、推定死亡者数は数百万人と見られています。哀悼の中、疑問だけが残ります。なぜ災害が起きたのでしょう。攻撃を受けているのでしょうか。国家安全保障局のヒューストン局長が公式調査を行っていますが、結論を出すまでには至っていないとのことです。危機に備えて軍は戦闘準備体制を高め、数千人に及ぶ隊員が海外から呼び戻されています。過激派のテロリストの仕業か、はたまた自然の猛威なのか。人体への影響を減少、あるいはなくす方法を発見。バートランドの反応は未完ということです。音声
願い、彼らも助けてあげて。彼らは仲間よ。ミリシアと戦ってくれてるの。援護するよ。大丈夫だ。ありがとうございます。爆発するって聞いてたんだ。助ければきっと感謝されるわ。さあ、おじさまがレオ公園で集会を開いてるわ。怖かったわ。私を餌にしようとしたの。ああ、ミリシアの生贄のことは知っていたが、俺の身内まで。え？おじさま知ってたの？ああ、お前もいずれわかる。わかんないわよ。とにかく、サラ、そいつは誰だ？助けてくれたの。何百というモンスターと戦ってね。すごいパワーを持ってるのよ。エンパイアシティの悪魔か。おい、落ち着けよ。目的は同じだろう。大体な、あんたはミリシアを追い出したい。俺は狙われるのには飽きた。手を組まないか。来たわ。おい、勇気なんか見せんでもいい。あれは相手にするにはデカすぎる。分かってる。分かったな。逃げろ。行くぞ。今のは聞いたろ。やつだが敵ではないようだな。部下たちはえらくお前を持ち上げてる。負傷者を癒してくれるなら我々もお前を援助しよう。いいだろう、決まりだな。それから姪のこと感謝する。気にするな。